高尿酸血症、高尿酸血症、高尿酸血症、ハイパーユラシミアとは、人の血中に存在する物質尿酸の血中濃度が異常に高い状態のことである。具体的数値としては、血中尿酸濃度が 7mg デシリットルを超えると高尿酸血症とする DNA の合成に不可欠な物質であるプリン体の酸性過剰あるいは排泄低下が、 その原因である。生活習慣病として誰にでも起こりうる。体が合成する尿酸は食物由来の尿酸より数倍多いとされ、肥満が決定的な危険因子となる。プリン体の多い煮干しやレバー、シラコなどは長期にわたって大量に摂取すれば危険因子である。クルコースがリン酸化されて、 グルコースマイナス6リン酸となって、細胞内に一時的に止まりゆっくりと解凍されるのに対して、アルコールや過糖の代謝にあたっては、急速に解凍が進み、乳酸の生成が急速に、ミアシドシスが進む場合があり、尿酸の排泄や石質に影響を与え、痛風を起こすきっかけとなることがある。過糖は果物を常識的な量で取っている分には、問題ないが、 工業的に作られた加糖清量飲料水から大量に飲むと問題が発生する懸念が否定できない。特殊例には、先天性の原因としては、HGPRT 欠損症、レッシュ内反症候群やエイプト、アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症が知られている。エイプト欠損症は、後天性の原因としては、薬物、利尿薬、アスピリン、悪性腫瘍などがある。 詳細に検討すると、抗尿酸血症を起こす患者は、尿酸の排泄が低下している患者と酸性が更新している患者に分けられる。日本では、尿酸排泄低下型が60%、酸性更新型が20%、混合型が20%を占める。人を含めた人浄化は尿酸をアラントインに分解する酵素である、尿酸オキシダーゼ。 ウリカーゼが出発していることから高尿酸血症を引き起こす。霊長類ヒト化を除く多くの哺乳類は、ウリカーゼを有しており、尿酸をも、ヒドロキシーソ尿酸に参加し、さらにアラントインに参加、代謝することができるため先天性の原因がない、限り中尿酸血が起こることはない。なぜ人を含む、霊長類ヒト化がウリカーゼを失ってしまったかは、明らかではないが、 進化の途中において突然変異により、ウリカーゼを失ってしまった霊長類ヒトジョカがその環境に適していた火星はある。あるいは、ある時代の霊長類は肉、魚を主なエネルギー摂取源としなかったため体内へのプリン体の蓄積がなく、ウリカーゼがないことが生存について問題がなかったというのもありる仮説である。ヒトジョカの共通の祖先が、 旧世界の猿から分子した際に、尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。高尿酸血症、痛風の治療ガイドライン第2班によると、高尿酸血症は、尿酸需要沈着症、痛風関節炎、腎障害などの病院であり、血清尿酸値が 7.0mg、デシリットルを超えるものと定義する。性別、年齢は問わない。 女性においては、血清尿酸値が 7.0mg デシリットル以下であっても、血清尿酸値の上昇とともに生活習慣病のリスクが高くなる。この場合は潜在する疾患の検査と生活指導を行うが、尿酸効果薬の適応ではない。日本の成人男性における抗尿酸血症の頻度は30歳以上では30%に達していると推定されている。 高尿酸血症は増加傾向である。特に痛風に関しては、有病率は男性においては30歳以降で1%超えと推定され増加傾向である。高尿酸血症は、痛風関節炎、痛風結節、腎障害、尿路結石、メタボリックシンドローム関連、高血圧、心血関係疾患、悪性腫瘍。 総脂肪との関連が指摘されている。高尿酸血症が持続して尿酸需要欠傷が沈着した結果として起こる病態である。血清尿酸値が 7.0mg デシリットルを超えると高くなるに従って通風関節炎の発症リスクがより高まる。高尿酸血症の期間が長く、また高度であるほど通風結節はできやすいと言われている。アルコール摂取量は 通風発症のリスクを容量依存的に上昇させる。肉類、砂糖入りソフトドリンク、過糖の摂取量が多い集団、BMI の高い集団は通風になりやすい。逆に、コーヒーの摂取量が多い、ランニング距離が長い、適度な運動を日常的に行う集団は通風になりにくいと言われている。血清尿酸値は一般集団及び慢性腎臓病。 CKD の両者において、抗尿酸血症と腎障害は密接な関連を有している。血清尿酸値は、慢性腎臓病の発症や進展と関係し、一般集団において、抗尿酸血症は、腎不全の危険因子である。また、胃が腎症においても抗尿酸血症は、腎機能予後に関する危険因子となる。また、慢性腎臓病と痛風を合わせ持つ症例には、 体内なまり蓄積が関与している可能性がある。尿路結石を誘発しやすい要因として、尿量低下あるいは水分摂取不足、尿中尿酸排泄量の増加、酸性尿の存在が挙げられる。かつては尿酸結石は通風や高尿酸血症の程度との関係が有力視されていた。その後尿中尿酸排泄量がより重要と考えられるようになった。 そのため高尿酸血症を有していても必ずしも尿路結石の頻度は増加しない。高尿酸尿症を有すると尿路結石の頻度が増加する傾向がある。高尿酸尿症では中酸カルシウムの溶解度を低下させ中酸カルシウム結石最も頻度の高い尿路結石を起こす原因になるという意見もある。持続する酸性尿は 尿路結石の大きな尿路結石の最も大きな危険因子である。健常者においては、尿 PH は1日に数回の上昇と下降を繰り返しており、中でも食事摂取に伴う胃液分泌の影響が大きい。食後は、胃酸分泌により反応性に、血中重炭酸イオンが増加し尿 PH が上昇するが、痛風や尿酸結石を有する患者では、 尿 pH の日内変動が欠落している。また尿酸排泄促進薬は、プリン体過剰摂取や酸性尿により、尿酸血石の形成を促進させる。血清尿酸値の上昇に伴って、メタボリックシンドロームの頻度は増加する。痛風患者は、メタボリックシンドロームの各構成要素を高頻度に、有し、メタボリックシンドロームに該当する場合が多い。 高尿酸血症はメタボリックシンドロームの診断基準に含まれていないがメタボリックシンドロームの周辺症状であることが示唆されている。血清尿酸値は将来における高血圧症の独立した予測因子と捉えることができる。血清尿酸値は独立した心血管系の危険因子と相関するか否かは相反する報告がされている。血清尿酸値と 悪性腫瘍による死亡との間に関連を認めたという疫学調査もある。しかし、血清尿酸値のコントロールによって悪性腫瘍の相対危険度が低下するかどうかについては不明である。血清尿酸値は相死亡のリスクと関連する可能性がある。しかし、血清尿酸値のコントロールによって相死亡の相対危険度が低下するかどうかは不明である。 高尿酸血症の定義通り、血清尿酸値が 7.0mg、デシリットルを超えた場合は高尿酸血症と診断される。2010年現在ほとんどの日本の医療機関では、自動分析装置によるウリカーゼペルオキシダーゼ法が用られている。測定値の変動は、血清成分の影響も考慮して9.0%、施設間差は2.7%から6.8%で、 あり信頼できる測定法といえる。抗尿酸血症の判定について、採血時期は空腹時でなくても良いが、恒常的な抗尿酸血症の判定には、複数回の測定が必要である。抗尿酸血症には、尿酸酸質過剰型、尿酸排出低下型、混合型に対別される。病形分類には、尿酸クリアランス、クレアチニンクリアランスの測定が必要である。 尿中尿酸排泄量と尿酸クリアランスの値によって分類される。治療中に病形が変化することがあり、注意が必要である。通風関節炎とは、関節内に積出した尿酸塩結晶が起こす関節炎である。急性通風関節炎は、通風発作ともいい、第一中足施設、MTP 関節、足関節などに後発する関節炎である。 診断は、米国流町学会などの診断基準に述べられている特徴的な症状、高尿酸血症の起用、関節液中の尿酸塩結晶の同定が重要である。痛風発射中には、必ずしも血清尿酸値は高値を示さないこと、関節液の尿酸塩結晶の同定が重要であること、痛風結節は尿酸塩結晶と肉芽組織からなり、 診断に有用であるが頻度が低い点などが注意である。高尿酸血症の診断では必ず二次性の高尿酸血症、痛風の可能性に検討する。基礎疾患、薬物投与など明らかな原因が見出されるのは全体の約5%である。診断に際しては詳細な問診、副薬歴、身体所見、検査所見などにより基礎疾患の存在や 薬物の服用に気がつくことが重要である。二次性抗尿酸欠症においても原発性と同様に尿酸酸質過剰型、尿酸酸質低下型、混合型に大別される。急性尿酸性腎症及び主要崩壊症候群は治療を目指す緊急疾患として重要である。尿酸酸質過剰型二次性、抗尿酸欠症としてはシ種内反症候群。 ホスホリボシルピロリン酸合成酵素症候群、先天性筋原性抗尿酸症候群など、遺伝性代謝性疾患の他学性腫瘍、抗上腺機能低下症、抗プリン食、薬剤性が知られている。薬剤性の内訳は、抗ガン剤、ミゾリビン、テオフィリン、フルクトース、キシリトールなどが知られている。慢性腎疾患、多発性脳法人、鉛中毒、 鉛腎症、ダウン症候群、家族性若年性痛風腎症などの腎疾患、高乳酸血症、脱水など、代謝障害、薬剤性が知られている。薬剤性の内訳は、利尿薬、少量のサリチル酸、抗血核薬、ピラジナミド、エタンブトールや、免疫抑制薬、シクロスポリン、タクロリムスが知られている。 混合型二次性高尿酸血症の原因には一型糖尿病、肥満、妊娠高血圧症候群、飲酒、運動負荷、広範な外症や熱症、ニコチン酸、またはニコチン酸アミドが挙げられる。高尿酸血症、痛風は代表的な生活習慣病であり、生活習慣の是正を目的とした。 薬物療法としての生活指導は、薬物療法の有無に関わらず重要な役割を有する。抗尿酸血症、痛風に対する生活指導は、食事療法、飲酒制限、運動の症例が中心となり、肥満の解消は、血清尿酸値を低下させる効果が期待される。食事療法としては適切なエネルギー摂取、プリン体、過糖の過剰摂取制限。 十分な飲み水が勧められる。高プリン食品である動物の内臓や魚の干物を避けるのがプリン体過剰摂取制限に重要である。尿酸値への影響を最低限に保つアルコールの目安量は1日で、日本酒ならば1号、ビールならば 500ml、ウイスキーならば 60ml 程度である。運動はメタボリックシンドロームの主児の病態を改善するため奨励できる。 一般的な注意として、痛風発作中はできるだけ患部の安静を保ち、患部を冷却し、禁止する。痛風関節炎の治療手段としては、コルヒチン、ヒステロイド性抗炎症薬、炎せず副腎皮質ステロイドの妻が知られている。痛風発作の前長期は、コルヒチン1ミ 0.5mg を用い、発作を頓挫させる。痛風発作が頻発する場合は、 コルヒチン1日1条を連日服用させる、コルヒチンカバーが有効である。コルヒチンの副作用として最も多いのが、腹痛と下痢であり、嘔吐、筋痙攣がそれらに次ぐ。いずれも24時間以内に出現する。また、末梢神経障害や、半血球減少症などの報告もある。痛風発作の極期には、ヒステロイド性抗炎症薬が有効であるが、 短期間に限り比較的多量を投与して炎症を鎮静化させる炎性イ度パルス療法。保険適用のあるヒステロイド性抗炎症薬はインドメタシン、ナプロキセン、オキサプロジン、プラノプロフェンである。ヒステロイド性抗炎症薬が使用できない時や無効例であった場合、多発性に関節炎を生じている場合などには傾向にて副人皮質ステロイドを投与する。 プレドニン15から 30mg の投与を開始して1週間ごとに3分の1程度に減量して3週間で中止する方法が知られている。重症例ではプレドニンを数ヶ月間投与することもある。通風発作時に血清尿酸値を変動させると発作の増悪を認めることが多いため、発作中に尿酸効果薬を開始しないことを原則とする。 血清尿酸値を6 0ラム、デシリットル未満に維持することで、痛風血節の縮小、消失が認められ再発を防止できる。適出術が考慮されることもあるが手術をした場合も、薬物療法は必要である。適出術は自戒して、感染を伴ったり、機械的刺激となったり、大きな塊となり、腫瘍と間別が必要な場合や、 神経圧迫により疼痛制御を必要とした場合などに考慮される。高尿酸血症での治療では、予後に関係する、肥満、高血圧、糖体謝異常、脂質代謝異常などの合併症も来たしやすい。高尿酸血症に関連する生活習慣を改善することが最も大切である。痛風関節炎を繰り返す症例や痛風結節を認める症例では、 薬物治療の適用となり、血清尿酸値を 6.0mg デシリットル以下に維持するのが望ましい。観察研究の結果から無症候性、抗尿酸血症への薬物療法の導入は、血清尿酸値 8.0mg デシリットル以上を一応の目安とするが、介入研究によるリスク軽減のエビデンスは乏しいため適用は慎重にするべきである。 2012年現在、日本で使用できる、尿酸効果薬は、尿酸排泄促進薬3種類及び、尿酸生成抑制薬2種類がある。尿酸排出低下型に、尿酸排出促進薬、尿酸酸,酸質過剰型に、尿酸生成抑制薬を選択することが基本則となる。中等度以上の腎障害、リーグフアで 30ml、民。 1.73平方メートル未満、または、血清クレアチニンチ2 0ラム、デシリットル以上の腎機能障害は、尿酸生成抑制薬を選択しし、慎重に投与する。アロプリノールを腎不全の患者に使用するときは、腎障害の程度に合わせて、投与量を調節する。尿路血石の器用ないし合併がある場合は、尿酸生成抑制薬を選択する。 尿酸排泄促進薬を使用する場合は、尿路結石の発現に注意し、尿アルカリ化薬を併用する。ベンソブロマロンとブコロームは、ワルファリンカリウムの血中濃度を増加させるため、併用時は注意を要する。プロベネシド、ベネシドは、近隣尿細管の管空側で発現し尿酸の再吸収を担っている、尿酸トランスポーター1、ユレット1の作用を抑制することで、 尿酸排泄促進作用を発揮する。尿アルカリ化剤としてや、クエン酸ナトリウム水和物、ウラリットなど、お3から6グラム、で、3から4回に、分布も、併用し尿 pH を6.0から7.0に、保ち尿酸結石の出現を防ぐ。また、尿酸結石を防ぐため日頃より、水分摂取を励行し、一日尿量を2000、ミリリットル以上にする。ブコローム。 パラミジンは、ヒステロイド性抗炎症薬の一つで、尿酸排泄促進作用がある。尿アルカリ化剤として、クエン酸カリウムや、クエン酸ナトリウム水和物、ウラリットなど、を3から6ム、で、3から4回に、分布も、併用死尿 pH を6.0から7.0に、保ち尿酸血石の出現を防ぐ。また、尿酸血石を防ぐため日頃より、 水分摂取を励行し、追加治療量を 2000ml 以上にする。ベンズブロマロン、ユリノームは、金異尿細管の管空側で発現し尿酸の再吸収を担っている、尿酸トランスポーター1、ユレット1の作用を抑制することで、尿酸排泄促進作用を発揮する。尿アルカリ化剤として、クエン酸カリウムや、クエン酸ナトリウム水和物、ウラリットなど、 を3から 6g、で、3から4回に、分腹も、併用死尿 pH を6.0から7.0に、保ち尿酸結石の出現を防ぐ。また、尿酸結石を防ぐため日頃より、水分摂取を励行し、追加治療量を 2000ml 以上にする。アロプリノール、ザイロリックはプリン代謝経路の最終ステップに働く、キサンチンオキシダーゼを阻害する。 高素阻害薬である。血清尿酸値の低下とともに、尿中の尿酸排泄量も減少させるための尿路血石の治療にも有用である。腎不全の患者には、酸化体のオキシプロノールが血中に蓄積して過敏性血管炎を起こすことがある。オキシプロノールも薬理作用があるため腎不全患者では減量が必要となる。重篤な皮膚粘膜癌症候群の報告もある。 メルカプトプリン、シクロホスファミド、ペントスタジンの併用は注意が必要である。フェブキソスタとフェブリクはアロプリノールと異なるキサンチンオキシダーゼの阻害様式を示し強力な阻害活性を有する。肝臓で代謝された後、糞便中、尿中にほぼ均等な割合で排泄されるため、腎機能が軽度から中等度低下している場合においても減量する必要なく、 血清尿産地の低下をもたらすことが可能である。重度の人機能障害者に対して安全性は確立していない。抗がん剤ではメルカプトプリンとアザチオプリンが併用禁忌である。無症候性抗尿酸血症の段階で抗尿酸血症を基盤とする痛風関節炎、痛風血節、腎障害、尿路血石の発症を防ぐために 血清尿産地を低下させることが望ましいと考えられている。血清尿産地を下げるために生活習慣の改善を指導することが重要であり、具体的にはアルコール飲料やプリン体、加糖初等やカロリーの過剰摂取を避け、または過激な運動は控えるように指導する。生活習慣病の改善にもかかわらず、血清尿産地が 9.0mg、 デシリットル以上の無症候性抗尿酸血症では薬物療法を考慮する。また、尿路血石、腎疾患、高血圧などの合併がある場合は、血清尿酸値が 8.0mgDK 以上で薬物療法を考慮する。未治療の痛風関節エンジンには尿酸効果薬を投与せず、ヒステロイド性抗炎症薬パルス療法で発作を寛解させる。 高尿酸血症の薬物療法は、血清尿酸値を3から6ヶ月かけて徐々に低下させ、6 0ラムデシリットル以下にし、その後は6 0ラムデシリットル以下に安定する容量を続ける。尿酸効果薬は、痛風関節炎の寛解後、約2週間から、少量、ベンズブロマロン1 2 5ラム。 アロプリノール 50mg、フェブキソスタット 10mg で開始する。尿酸効果薬の開始投与初期は、通風関節炎を防止するために、少量のコルフィチンを併用することもある。適量の尿酸効果薬を中止することなく、通風関節炎に準じて、遠征ドパルス療法を併用する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。